沖縄の生き物ですね、ゴマダラカミキリです。まあこれですね、まあこのゴマダラカミキリっていうのはまあ全然珍しくもないっていうか、日本中、まあ北海道から沖縄までどこにでも結構な数います。まあ日本で最もよく見られるカミキリムシですね。でこのゴマダラカミキリなんですけど、まあなんか食事が広いんで、柳にもつくし、みかんにもつくし、まあとにかく食事範囲が広いんで、まあ本当にどこにでもつきます。でちなみにオスメスの見比べ方は、まあ、カミキリムシ全般に言えるんですけど、オスの方が体の割合に対して触覚の長さが長いと、まあ、ゴマダラカミキリだと体の2倍ぐらい、あ2倍、あ 1.5 倍から2倍ぐらい触覚が長ければオスで、体よりちょっと長い程度だったらメスという風になんかオスメスの違い分かるそうです。でこれでいくと、このカミキリムシはメスですね。あーちょっと音拾えないですね。こうギュッ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 音がするんですけど、ちょっと分かんないですね。まあ雨降りだからかな、飛んで逃げないですね。